細野は喋れなかった。喉にひどい傷があった。そうよ、怪我したんだって。出所してすぐ小金町で喧嘩になって相手に喉を刺された。シャブ中同士の喧嘩だったから警察には届けなかったけど、小金町の病院に記録が残ってた。あの人はその時に死ねばよかったのね。お前のためにって言ってたわ。私のために牧村を殺した。私のために田上を殺した。まるで呪いね。愛よ。愛情が人を殺したの。ブレーキが効かなかったって言ってたわね。あの時、そうよ。誰が細工したの？細野がブレーキに細工なんかするわけないわ。どうして？あなたは車を飛ばすのが好き。ブレーキに細工なんかしたら、あなたが死ぬかもしれない。細野はあなたをいじめることは好きだけど、あなたを殺すことはしないわ。そうね、そうだわ。あなた自分でブレーキに細工したのよ。でも私死にかけたのよ。あなたならできる。あなた車の運転がうまい。さっき私に見せてくれた。あなたならどれぐらいのスピードで塀にぶつかればどれぐらいのダメージがあるかきちんと計算ができる。私が工事現場に行ったのを知ってるのはあなただけよ。私が細野に捕まって戻らなければ、あなたは警察に届けるか工事現場まで私を探しに来るか、どちらかをしなきゃならない。そうしないと私に疑われる。でもそれじゃあ私が細野にいたぶられる時間が短すぎる。時間が短い？私は刑事よ。細野を逮捕しに行ったのよ。その私の理性をなくさせて細野を殺そうと思わせるには、長い時間をかけてたっぷり私を痛めつけなきゃならなかったのよ。やめて、うん、私じゃなきゃダメなのよ。セックスに疎くて真面目なだけの女刑事、細野に侵されてサディズムでもって遊ばれたらカッとなって殺してしまうようなウブな女が必要だった。だからあなた私の耳元で細野の居場所をささやいた。あなた時間を稼ぐためにわざと事故を起こして、頃合いを見計らって駆けつけて私に拳銃を放った。私はカッとなって細野を殺した。あなた私を細野を殺すために利用したのよ。悪魔！証拠何もないわよ。ないわ。痛い。許さないわ、許さない。あなた何も分かってないのね。細野は人殺しじゃないよ。あなたとは違う。なんですって？細野は誰も殺してないわ。じゃあ誰が殺したのよ。言いなさいよ。誰が殺したの？誰が何のために殺したのよ。言いなさいよ。痛いわ。あなたがぶってくれるのをずっと待ってたのよ。もっといじめて。私をもっといじめて。私に罰をちょうだい。まさかそんな、あなた最初から私を狙ってたの？もっと私をいじめて。細野はお前のためにって言ってたわ。そして私を見た。どうして私を見たの？
細野は死ぬ間際まで、あなたのために私をいたぶろうとしてた。佐渡は魔女の快楽のためにいたぶる。魔女に奉仕する。最初の事件は細野とのプレーだった。近所からの通報がなければ強盗事件になんかならなかった。そして私たちの出番もなかったけれど、あなたは私を見た。そうよ、あの時初めて紀子に会ったわね。あなたにこうしてほしかった。私を手に入れるために殺した。私にこうして鞭で打たれたいからみんな殺したの。違う、私を巻き込むために牧村氏を殺した。私が田上さんに憧れてるのを知ってわざわざ田上さんと寝て私に見せつけて殺した。私に細野を殺させて私に人殺しって言った。私はそれで死ぬほど落ち込んであなたの虜になって鞭で打ってる。濡れてる、濡れてるんでしょう。興奮してるのが分かるわ。さあ私のところに来て。何もかも私のためだったの。私はそんな悪い女じゃないわ。嘘、嘘だと思うならいつでも私を殺していいわよ。私がユウを殺せると思う。細野を殺してくれて嬉しかったわ。愛する人が死ぬ苦痛なんて誰にもわからない。あんな苦しみ味わえない。愛する人が死ねばその人をずっと独占できるのよ。